その赤ん坊が19年前の赤ん坊だと？くだらぬ、わらわが殺した。すでにこの世にはおらぬわ。しかし赤き真実なきが人間の世界、人間の世界に信用できることなどあります。そうね、ベアトは確かに殺したわ。でも人間の世界では生きていることになっているのかもしれない。本当に生きているのかどうかはどうかね。実は生きていたというのですか？あの高さからあの岩場に転落して。わからぬ。だが落ち着け。そやつがどうそなたを憎もうとも、真実は事故だ。そなたを恨もうなど、お門違いもいいところよ。でもたとえ指一本触れていないとしても、私は心の中で。落ち着け。19年前の男が何を恨もうと叫ぼうと、そなたを追及できる罪などあるわけもない。だから落ち着け。19年前の男はわらわの来客として迎えてやろうぞ。気分の謎を解かれ、お役はごめんかと思っていた矢先だ。わらわの最後の客としてもてなしてやらねばな。面白くなってまいりました。ゴールドスミス教の秘密を守るのに加え、19人目の来客、さらに19年前の男とは。そうね、金蔵が生きてると主張する私たちにとって、エリカは19人目。ね、その19人目の駒に19年前の男。面白いじゃない。ワクワクするわ。相手にとって不足なし。わらわの茶会の来客が一人では物足りないと思っていたところよ。来るがよい、愚か者どもめ。今すぐ寝ます。部屋も出ません、電話も出ません。だから夫と娘には。母さんが俺の約束を守る限り、あんたの秘密は守ってやるよ。約束を破るなよ。俺はもうお前のすぐ近くにいる。部屋の明かりが消えるかどうか、そして電話をしているかどうかさえ、俺には手を取るようにわかるんだ。俺さえ望むなら、あんたの寝顔にキスすることだってできるんだからな。守ります。約束は守ります。だからやめて。もうやめて。やめて。じゃあね、おやすみ、母さん。はい、一丁上がり。これで夏日は今夜は部屋から出てこないわ。器用ね、あんた、声を変えられるの？声くらい誰だって変えられるわよ。パパにおねだりの時は甘い声、学校休む時は風っぽい声、実は嫌いな友達に断るときは申し訳なさそうな声。お望みなら。どんな声でも。使うわけて。見せるけど。あんた、魔女やめたら声優になるといいわ。これでお互い駒の準備は OK かしら。フルドエリカ、なかなか素敵な駒じゃない。演者なんかよりはるかにベルにふさわしい駒だわ。お褒めに預かりまして光栄です、ラブダテルタ教。こちらこそよろしくよ。素敵だわ。本当に可愛い。魔女幻想に屈服させて、その顔を屈辱に歪めてやりたいわ。だそうよ。私に恥をかかせないでよね。演者よりはるかに使える駒だってことを見せてちょうだい。え、
お任せを。ベルンカステル卿、我が主、私はあのようなネクラで低能で可愛げのかけらもない駒とは違います。本当よね。エンジェなんてクズ肉になってバトラを焚きつける以外何の役にも立たなかったわ。家族愛とか兄弟愛とか私たちは全然興味ないの。私たちが見たいゲームはもっとエグくてドロドロしててグロテスクでポップでキュートな殺人事件だもの。夏日がキングでベアトがクイーンってとこかしら。夏日をかばって群がる魔女と家具たちはチェスの駒というよりはボーリングのピンって感じ。夏日にベアト、金蔵にガラクタ家具の幻想たち、私たちを楽しませてみせなさいよね。特にベアト、私たちもうあんたには飽きてるの。あんたの魔女伝説殺人ごっこはもうおしまい、あんたの出番もおしまいってわけ。このゲーム版はもう私とベルンがいただいたわ。あんたなんて私たちの駒に落ちぶれて永遠に遊ばれてるのがお似合いよ。夏日もベアトも薄汚い真実という腹綿を薄皮一枚で包んだだけのズタ袋だわ。それをズタズタに引き裂いて中身を引きずり出すことこそ私の、いいえ、私たちの数少ない娯楽なの。うん、楽しく遊べるわよ。ねえ見てる？ベアトリーチェ、あんたのゲーム版はこんなにも楽しく遊べるのよ。私が見せてあげるわ、本当に楽しい第5のゲームをね。私たちばっかり気持ちよく喋っちゃかわいそうだわ。ベアトにも喋らせてあげたら？だそうよ。特別に発言を許すわ。今回のゲームの抱負でも言っちゃったら？何もないって。そうよねそうよね、あんたバトラに屈しちゃった負け犬だもんね。私に任せなさい。魔女側優勢に一気に流れを変えてあげるから。ただあんたという駒はサクリファスさせてもらっちゃうけどね。碑文も第一の番以前にあっさり解かれ、黄金の番人ベアトリーチェも形なしですね。夏日の幻想として駒に残れてよかったじゃない。ま、もうあんたの扱いは駒じゃなくてピンなんだけどね。黄金の魔女ベアトリーチェなんてもう出番はないのよ。あんたとその家具たちは私のゲームではほんのちょい役やられ役。気持ちよーくすっ飛ばされて私とベルのおもちゃにされなさいよ。嫌ならやめてって一言言ってみて、そしたらやめてあげるから。嫌じゃないって。あんたピン確定ね。
パトラ、いよいよ2日目を始めるわよ。私はベアトみたいにとろい展開は嫌いなんだから。好きにしやがれ。お前が何をかき回そうと、俺は必ずこのゲームの真相にたどり着いてやる。そうでなくては困ります。妹さんのためにもしっかり戦わなくちゃ。ご安心を。ラムダ・デルタ教はベアトリーチェのマヌケと違い、はるかに恐ろしい相手ですが、私がしっかりサポートするので問題ありません。私と一緒に今度こそ魔女幻想を暴いてやろうではありませんか。お前なんか知らねえ。ベアトのゲームにいなかった存在など俺は認めもしないし、必要ともしない。強がり言ってる場合ですか。ま、お互いせいぜい頑張りましょう。一緒に魔女幻想とやらを引き裂いてやりましょう。握手は嫌いだそうよ。エンジェと同じなのね。ご安心よ。私はエンジェよりはるかに役立つ駒ですので、バトラさんの闘志を回復する以外何もできなかった引き肉とはわけが違います。頼もしそうな仲間に恵まれて嬉しいわね。かつてはワルディリアにロノンで、エンジェまで来てくれたわ。そしてとうとうベルにエリカまで。あんたを応援してくれる駒たちはこんなにもたくさん。それでも未だに真相の尻尾すらつかめない無能っぷりって、どんな気持ち、どんな気持ち。関係ねえな。これは俺とベアとの戦いだ。その他の誰であろうと関係ねえ。ああそうなの。やっと独り立ち。いっつも誰かに助けられ、情けをかけられてばかりのあんたがどこまで一人でできるやら。楽しませてもらうわ。取り戻すぜ。これは俺たちのゲームだ。お前たちはお呼びじゃねえ。ええ、そうよね。これはあなたたちのゲームだわ。なら取り戻してごらんなさいよ。手加減だらけだったベアとのゲームさえ勝てなかったあんたが、誰の助けもなく一切の容赦のないラムダのゲームをどこまで戦えるのか。ではお目覚めなさい、後ろ宮バトラー。ようこそ10月5日の朝へ。